か、あの伝説のキャディあの使ってみた初日何かありました？伝説だけあるっすね。みんな何2番ホールで距離間違えるし、人のキャディバッグ持ってっちゃうし、色が黒だからもう多分ほとんどのキャディバッグも全部持ってっちゃう。間違いない。ただのいい人。一日一膳はじゃあクリアしたんですね。とりあえずあのご期待に応えないと。僕何番目ですかって言ったら、自信持って2番目って言ったんですよ。あ、2番目なんだって言ったら、あの清水大成が、あ、そうですね、1番目ですよ。それが違う、それがそう。くだらねえ。くだらねえ。いや、今その、その。ひどいよ、人のバッグも担いじゃうんですよ。あのバッグ、あのバッグ、あのバッグ。また人のバッグ担いだった。本当に？マジで。あれ、おいしたらさ、みんなが笑ってんだよ。メーカーも全然違う。違うんだよ。たださ、色が黒だから。色が黒だ。キャディバッグほとんど黒。みんなのためかすりちょっと。前もだってさ、アトムさんとさ、そうそうそう。誰かと回った時にさ、アトムさんがパッとパッとパーって入れて、その中にので、スカムバーディーとか言って担いでる。スカムさん、そう、石川亮君。スカムさんも3人同じだったよ。緑の。マジ、ほんと。みんなからさ、後ろで思わないよって。